今回の案内人は宮越マリアさん。現役の婿女性でありながらポップアーティストとしても活動しています。今回は彼女の一日に密着。どんなキャンパスライフを送っているか覗いてみましょう。なんかやっぱりこの日建築デザインのゼミを終えて向かったのは大学の図書館です。図書館の4階には私の好きなアートの本がたくさん集められてるブースがあってとてもお気に入りの場所です。ポップアーティストとして活動する宮越さんにとって創作の刺激を受ける最高の場所なんだとか。お昼時には大学の周りでランチタイム。学校の周りには食堂とかだけじゃなくてもっとみんなに知ってもらいたいお店がたくさんあるんです。中でもお気に入りのお店がここ。このお店は私のチャージスポットのようなお店です。これから授業があるって時に来て美味しいご飯を食べて頑張ろうって思える場所です。婿女での学びの中で宮越さんの心に響いたのは先生からの言葉でした。学校面白くないなって思ってる時って自分自身が面白くなくなってる時やでっていうのがすごい残ってて、その時からなんか私面白くないかもって時は自分のことを見直すようにしてます。婿女に来たらそういう先生とも出会えてそういう仲間とも出会えるから何かが変わると思います。無限に広がるキャンパスライフがあなたを待っています。